高山ダム月ヶ瀬湖南山城村は、京都府の南部に位置し、相良郡に属する村。京都府唯一の村となっており、京都府では最東端、かつ最南端の自治体である。自然が香り絆が生きる自立する村。南山城を村の標語に掲げている。2010年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると、11.19%減の3078人であり、増減率は、深26市町村中24位、36行政区域中34位。2017年には過疎地域に指定された。京都府南部では隣接する笠木町、和束町が以前から指定されていたが、南山白村は長らく指定を受けていなかった。村内の茶畑。 富士茶を栽培している、廃校廃校廃校大河原駅月ヶ瀬口駅、月ヶ瀬口駅近くの町並み月ヶ瀬口駅かの、水路村の代表となる駅、大河原駅日本遺産第1号、日本茶800年の歴史散歩京都、山城道線洞、高尾、田山、今山の茶畑が、2015年4月24日に、日本遺産第1号、 日本茶800年の歴史散歩京都山城を構成する文化財要素としてをストーリーの構成要素の一つとして日本遺産認定。京都府相良郡南山城村の木津川に架かる沈下橋大河原橋市外局番は0743となっている。当村は京都府内にありながら NTT の区域としては奈良県扱いのため、 同じ市外局番の笠木町以外の京都府内への通話は県外通話となる。また、市外局番0742の地域へは市内料金で通話できる。なお、生駒市、天理市、山和郡山市などは隣接していないが、市外局番が同じ0743のため、市外局番を省略して通話可能である。ありがとうございます。